円盤王女アルキューレは解釈原作のファンタジー漫画作品。またはこれを原作とするアニメ作品シリーズの一作目タイトル及びシリーズタイトル。月刊少年ガンガンにて2002年3月号から2007年9月号まで連載。単行本はガンガンコミックスより全11巻で刊行。4度にわたってアニメ化されており、アニメでは 原作から離れての独自のストーリー展開を見せている。地球で宇宙人の存在が珍しくなくなって数年が経っていた。ある日、時の湯の清掃をしていた高校生の時の数とは UFO 墜落事故に遭遇する。時の湯を直撃したのはバルハラ星からやってきた高貴なプリンセス、ワルキューレの UFO だった。ワルキューレは 墜落に巻き込まれた和人を救うため自らの魂を分け与えたために幼児化してしまう。幼児化した悪キューレに幼馴染の七村明、自助長の真田さんや同じくバルハラ聖プリンセスのハイドラも加わってのドタバタコメディ。声はテレビアニメ版における担当声優。遥かな太古よりバルハラ効果が溝ぎに使った聖なる溝ぎの泉を今に伝える伝統の戦闘。 しかし現代では、その事実は、時の流れに押し流され、存在を知る者は、高価でもわずか。時の湯の運営者である兄弟すら知らなかった、事実だった。アニメ版では、バルハラ星とは関係のないごく普通の戦闘であり、名称も、時の湯となっている。二頭身の人がった宇宙人にして、元傭兵。流星のシロッケンハイム、雷鳴のマルドゥーク。 疾風の妙バ幕派と呼ばれ、三人合わせて白い三連星と称されて全宇宙にその名を轟かせていた。原作ではその活躍が周囲の証言をもとに何度もメディア化されており、有名俳優が演じていると設定されている。漫画版に登場する灰だらを封じたハチミコの末裔。ひよっこ二人以外はそれぞれ特化した優れた能力を持つ。 うち数名はアキナが優勝した全日本巫女選手権の常連出場者であり、タイトルランカー。ハイドラ曰く地球の悪きレみたいなものである。なお、メンバーのうちちわ、ひなこ、なおのれは過去の作品に出てきたヒロインがモチーフになっている。特に表記のないものは全シリーズ共通。2002年7月から9月にかけて、キッズステーションテレビ神奈川、テレビ埼玉、 芝テレビ放送、サンテレビジョンで放送された。また、2003年11月に、チャンネルネコでも放送された。主題価格割りスト放送局テレビ未放送分のエピソード収録。ワルキューレたちが花嫁修行する話と、真田さんとハイドラのナレーション付きの第1期総集編。2003年8月23日に DVD で発売。DVD 発売後、 円盤王女ワルキューレ12月の野草局最終回の翌週に独立有局でも放送。主題歌格はリスト放送局2003年10月から12月にかけて、中部日本放送、テレビ神奈川、千葉テレビ放送、テレビ埼玉、3テレビで放送された。キッズステーションでの放送はなかったが、チャンネル猫は前シリーズに引き続き放送している。後に、 ATX でも放送されている。当作品が放送されていた当時、中京圏と関西圏では CBC、毎日放送の組み合わせはすでに一般化していたが、関西圏では MBS ではなく、3テレビで放送された。ちなみに、MBS では、同時期に、闇と帽子た本の旅人を放送していた。主題価格はリスト放送局、第2期シリーズを、 黒い十二の月事件を中心に再編集した約90分に及ぶ総集編 DVD とアニメ新シリーズに先駆けて八大王女の残り3名が登場するオリジナルドラマ CD 国の鍵伝承の日本セット2004年12月22日に発売収録内容はルキューレ第3期1、2期と違いディスクに1話映像特典のみとなっている 主題価格はリストワルキューレ第4期。本作でアニメ作品は締めとなった。主題価格はリスト本作のメインの舞台である時の湯のモチーフとなったのは東京都練馬区石寺以外にある辰野湯であり、外見や銭湯の中まで完全に再現しているほか、第1期 DVD4 巻の映像特典では、もち久きと西村ちなみが辰野湯を訪れている。 千葉テレビでアニメ第一期の第十一話放送時、オープニング冒頭で5秒ほど音が出ないという放送事故が発生した。アニメ版の秋名が唱える七狐神社のノリとは、月村良守が脚本を担当した朝霧の巫女で、やがれナ側が使う、がれノリとのセルフパロディである。なお、ハイドラ役の西村千奈美は、同作でがれノリとを唱える、黄昏の巫女。 白山菊里役を演じていた。ありがとうございます。